今週気づいたこと。俺は三船美佳が怖い。これね、誰にもご賛同いただけないんですよ。怖いって、三船美佳の顔が怖いんですよ。で、俺、三船美佳の顔怖くねって言うと、みんな、美人じゃんって言うのね。で、俺ね、美人だとも思ってるわけ。綺麗なのと怖いのとは全然こう、関係ないから。なんかね、笑うセールスマンに出てくる美人ってわかる？じゃあこれやめる。今週気づいたこと。自分に関する、こう、根も葉もないものの、まことしやかな噂を聞いてるうちに、自分もちょっとそんな気がしてくる不思議。月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力。三船美佳怖い説しまっちゃうよ、おじさん。もうしまっちゃうよ。後でもうちょっと見せてって言われても、おじさん知らないよそれ。考えてみな。じゃあ夜道、路地ね、路地、街灯がまばらな路地で、それをテクテク歩いてて、ほんで、したら後ろの方で誰か来る、自分以外の靴音も聞こえるっていう、シチュエーションで、振り向くといないわけ、いないっていうか、こう、街灯がまばらだから、いるかもしんないけど、真っ暗でわからないわけ。それで、こう、何回か歩いたらパッて見たら、街灯の下に照らし出されたのが、三船敏郎と三船美佳だったら、絶対美佳の方が怖いって。敏郎はそうでもねえ。まあ、敏郎も怖えけど、もうね、生と動の怖さの両極端だよね。いや、敏郎怖いよ。敏郎も怖い。今ね、三船美佳の怖さを主張するために、敏郎怖くないみたいなこと言っちゃったけど、そりゃ怖いよ。そりゃ黒ひげ怖いですよ。そりゃ怖いですけど、なんつったらいいのかな、三船美佳の、もう、なんだろう、笑ったまま水を塗ったみたいな顔というと、それとこう、黒目勝ちとかじゃないでしょ、もう黒目でしょ。目薬代わりに墨汁流したみたいな目してるでしょ。もうあれが怖いんだって。じゃあ今さ、じゃあラジオ聞いてると台所行って冷蔵庫だからジャム取ろうと思ったら三船美佳入ったらすっごい怖いよ。それ誰でも怖いけど、じゃあ三船敏郎が入ってるのと三船美佳が野菜室にどっちが怖いかって言ったら、三船敏郎だったらおご苦労様ぐらいだけど、三船美佳だったらすごい怖いんだけど。じゃあもうしまっときますこの件についてはしまっときますよ。多分分かってもらえないの、絶対分かって、今まで何人かに言っても一切分かってもらえなかったことですから、まあいいですよね。ベッキーって正義の名のもとになら人を殺しそうな感じしね。しまっとくそっとしまっとくよ、壊れもんだから。じゃあ、さっき言い換えた今週気づいたこと、自分に関する、根も葉もないものの、まことしやかな噂を聞いてるうちにそんな気がしてくるってい いうことなんですけど、この番組ではあえてそんな言ってないんですけど、10年続けたその日曜日の番組をこの3月いっぱいで、辞めることにしたんです。で、降りることにしたんですね。で、それに対する説明があんまりこうしてない、そのどうして辞めますみたいな話を10年で区切りがいいからぐらいのこう話しかしてないっていうか、まあうまくいないんだけど、話をしてないっていうよりも、俺の中でも細かいいろんな要因がありすぎて、一個こう触れるともう一個言わなきゃなんなかったりとか、あともっと言えば自分でもよくわからないことも含めて
10年でやめようって結構長く思ってたから、まあ、やめるわけなんだけど、まあ、そういうことがあって、あと、実はこう、テレビの仕事とかもかなり縮小するんですよ、僕。まあ、ずっとこう、お笑いになりたい、お笑いになりたいって言ったけど、そんな夢を言ってる年でもないじゃない、もう。だから、こう、いろいろさ、危険物取り扱いの免許とか取ったりする時間とかも必要になってくるわけよ。今後、つぶしが効かないんだから。ね。で、専門学校行ったりとかする時間もいるんで、まあ割とこうその仕事をあんましない人にこうなろうとしてるわけです、僕は今。で、そんな中こう、方々から入ってくる。まず一番最初に来てびっくりしたのが、この間のスペシャルウィークに日本放送が、オールナイトニッポンの40周年記念つって2日間ぶっ続けて歴代のパーソナリティがこういろいろオールナイトニッポンをこう、やるっていう、いうのやってさ。で、その話をするのもなんか、オールナイトニッポンのそのスペシャルウィークの告知になるみたいで嫌だかしなかったんだけどさ、その中に、シークレットパーソナリティが二人いるっつって。で、それこそビートたけしさんからそういういろんな、歴代の、もうすごい昔の人たちとかの、杉田玄白のみたいな。この臓器は何コーナーでおなじみの。ポロンス袋みたいな。で、そういう、ね、いろんなパーソナリティが発表されてるわけですよ。主だった人はみんなやる感じで。で、その中にシークレットパーソナリティが2人いるって言われて、どうやら1人は吉田拓郎さんなんじゃない。吉田拓郎さんがいろいろ、不調で、コンサート休んだりとかしてるけど、そのオールナイトニッポンで復帰する一人がシークレットなんで、もう一つのシークレットが、わからないっつんで、誰なんだろうみたいな、業界の中すごい噂にこう、なさる。平賀源内は杉田玄白の中でレポーターをやっただけだから、ピンでは一回もやってないよねっていう。箱の中身はエレキテルのコーナーで、通行人のせいにこうやって入れられてビリ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 ってなったり、土曜の牛を発明したりでおなじみの、ね、あそこのコーナーから土曜の牛できたりとか、ね、ですけど、その時に、本当に今日、もう TBS で、こう呼ばれて、シークレットゲスト君らしいねみたいな感じの、そのオールナイトニッポンをやるらしいねみたいな話をこう、全然じゃん、そんな全然、だってそのオールナイトニッポンも土日にかけてやってるから、日曜日にその日曜日の番組をやってるのに、その後日本放送に行ってそれをやるみたいなのをやるんだってねみたいな、なんか、あ、随分いろいろ今まで TBS も無理聞いてあげてきたつもりだけど、そういうのありなんだみたいな、相談もなしに出るんだ的な感じのことを言われて、いや、そんなことないです、僕だって今日というかその日曜日は来週もこの番組やりますからみたいな話をしてるうちに、あれ俺やんのかなって聞いとったりしてくるわけ。なんかその人もさ、だってこの人この人この人がラインナップで、まあそのシークレット2人のうち吉田拓郎さんがこうやった後で、わざわざシークレットにしてまでだとすると、何らかの事情でとてもじゃねえけどどの面下げて出るんだみたいなやつになるだろうと、あ、そしたら俺しかいねえなと思って、みんな円満にやめてるもんなと思って、なんかそんなのね。でいて、ちょっと、事務所に、ないよねなんて、ないよ、当たり前なんだけどさ、ないよなんつう話聞いてさ。で、結局こう、日曜日の番組終わってから、早く帰って聞いたりしてね。で、愛子でやるの。まあ実際はですよ、実際は、僕がセロテープで鼻を少し上げたり、色を白くしたりしながら、ね、体中にカブトムシをたからせて、ね、愛子っぽく喋っただけなんですけど、もうなんか TBS 先生漏れちゃったらしょうがないって、愛子だってことにしようぜって。愛子らしいってことが体中にカブトムシをたからせるしか思いつかなかったのが、まあ、だけ申し訳ない感じがしたんだけれども、そういうやつ、そういうやつ、でもさ、そういうのってね、すごいなと思うのはね、まあ、そのことを業界内の人から、やるんだってって言われたのが、
実際のそのスペシャルウィーク1週間ぐらい前なんですよ、そのオールナイトニッポン40周年記念の、でしかも複数の人が言われたんですよ。でその時そんなことないですよって言ってもとぼけてみたいになるわけ、何人かに言われて、それで事務所に電話してもちろんそんなことないしっていう、もう事務所からしてみたらお前日本放送から日が来るようなやめ方してねえだろぐらいの話ですよ。しかも2部じゃんおめえみたいな、そのオールナイトってお前2部だろっていう話でしょね。だからそのいや当然最初から話もないしやらないじゃない。だけどもう一回その人に会うとその人の中では言われたからやめたんじゃねえかみたいな。それは逆に言うとさ、愛子さんとかに失礼だろ、まあ、失礼だろって今のトークの方が全然失礼じゃねえの。花セロテープとかの方がすげえ失礼じゃねえの。笑かそうと思って方便に塗ってとかその方が全然失礼じゃねえの。お前全然中国土産の麺みたいな飯ってみたいのが一番失礼でしょ。あ、それでまあそのさ、これ以上まあその面で笑いを取るのはやめるけれども、それで今度はまた全然違う人からその4月から、これもさ謎なんだけどさ、さっき言ったあの誠しやかすら当てになるが、誠しやかでもないんだけどさ、J-WAVE やるらしいねって言われて、その俺がねえ、いやあすいません、あのもし J-WAVE の方聞いたらお願いします、ぜひあの僕も新境地を行きたいんで、オレスペプラー的にもね、オレスペプラー的にもあっちの D 同士も全然ダメですけど、ナップルってナップルって言っちゃいますけど、アンナップルって言っちゃいますけど、ピリオド忘れちゃいますけどね、J-WAVE やるなんて思い切ったねみたいなトーンで言われるんですよ。あそれもね一人じゃないんですよ、何人かから言われるわけですよ。でそうすると最初のうちはやめてください、僕の英語力で J-WAVE なんか絶対できませんよとか、 J-WAVE って基本的に素敵な音楽をかけるところじゃないですかっていうね、そういうところで僕ありえないじゃないですかみたいなこと言ってるの、あんまり俺にぐらい言ってもいいよ、俺だって要するに言わないよみたいなこと言われるわけですよ。そうするとさすがにやっぱ事務所にこうないよねなんて書けんだけど、てめえふざけんじゃねえぞっていうね、クナイフってナイフを読むやつが K 読まずにいられないやつがお前あるわけねえだろって言われて、あそっかみたいな感じなんですけど、なんかその後のまことしやかなやつ、あの自分のこう自分自身の完全に軸がぶれてる時にまことしやかなこう噂とか困んね。でそういう噂を論じる人の中にありがちなパターンが一つは、これはまあありがたいっちゃありがたいし、俺の責任は俺の責任だってするんだけど、なんかこうその分かりにくいことを言うじゃないですか、理路整然としないことしか言わないじゃないですか。で、ね、言った時にその何かの言葉に引っかかって、あの言葉の中にはこういうメッセージ性があったんじゃないかっていうふうにね、その俺みたいな中身のないトークなのにかかわらずですよ、もう中はマツキムシに全部やられちゃってますから、親指でギュッて押すとどんどん親指めり込んでいってびっくりしますけど、せっかく首吊ろうと思ったのにっていう感じになりますけど、首吊ろうと思った枝ぶりの中がマツキムシに全部やられてるんで、ポキッと折れて頭にチクチクするやつがすげえ刺さったりしてね、マズボットリがポコポコ落っこってきて面白いことしたりしますけど、その伊集院さんのあそこの部分の言葉にはこういうメッセージが入ってて、それをそのおそらくあの段階ではその昼間の番組のスタジオでラジオで見えないのいいことに、あのニッパーで乳首をギリのところまでプランプランになるところまでニッパーでやられて、もしそれを通りその俺のそう辞める真相を言った場合にはプッチンコロロンだっていうね、プッチンコロロン、こんなところに星ぶどうが落ちてるようなんですね、しかもそれ俺の乳首だよなんて、1個2個あれもう1個あるけど、あそれ波さんのあった波さんのやつだこれ的なのを想像して、
あれは多分伊集院さん実はそういう大ピンチの中に隠しメッセージでこういうことを入れてた、僕は長く聞いたら分かるんだみたいな人いたりとかして、まあそれはまあまあそういうことだわなと思うんだけど、もうちょっとすごい人になってくると、最近のこうトークを聞いたりとかしていく上で伊集院自身も気づいてないけど伊集院がこういうことを思ってるのが俺には分かるってなってきちゃうと、それはそうなのかもしれないけど発表は控えてもらいますってちょっと思うんですけど、それがまたなんかこう周りで、ああそうかそうかって、悲しいことに俺よりもそのもや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 ってしたその何かっていうのは、その俺がこうはっきり言ってる言葉よりもすごい面白いんだよ。やっぱ絶対的にワクワクするしドキドキするから、すごい一人歩きするよね。でそれはもうどんなに否定しても、まあ一位はああ言ってるけどってなっちゃうわけだ。構成の渡辺君が何を言おうが、それはあの性的なトラウマからだって僕は言い続ける、必ず言い続けるますか、何をやろうがもう全ての行動は、あああれだよね、渡辺君には性的なトラウマが小学校4年生の時にあるからって、違うってもそれはね本人は違うっていうの、またね性的トラウマを小学校4年生の時に持った人の特徴それがなんて言い続けるのと一緒で、もう絶対止まらないじゃないですか。あれはまあなんかちょっととてもない話になりましたんで、一つ言いたいことはもう愛子さんは本当すいませんってことが僕らですね、電気グルーブもののけダンス、なんかさ構成の渡辺君はじめスタッフの皆さんはさ、その三船美佳の件についてさ、もう誰にも賛同得られないからしまっとけしまっとけっていうね、顔するけど、ファックスではかなりご賛同いただけてますよ。もう開けっぱになってますけど、ファックス、ペンネームスパニッシュ伊藤、僕は三船美佳さんが自分の子供のことを喋っている時が特に怖いです。あまりにテンションが高くて本当は子供なんていないんじゃねえかっていう気がしてくる。あ、俺好きは。そうだよ、そう。本当にさ、そういうこと。そういうことで、もう一個なんですけど、三船美佳。これさ、三船美佳が美人っていうことにおいては全然俺揺らがないよ。美人のタレントを、あげてっていう。例えばさ、普通さ、こう、綺麗な人をあげるときはさ、好みで結構ブレるからさ、特にそのアイドル系の人ってさ、割と完璧に美人じゃなかったりはするじゃんか。だから、こう、あげてもこう、反論がいっぱい来ると思うんで、でも、三船美佳が美人だってことに関しては、そんなに反論が来ないぐらい綺麗だと俺は思う。ただ、それとこれとは別ですよ。で、でも誰かに似てる。誰かに似てるんですよ。三船美佳は誰かに似てる。で、それを今、スコンと解決してくれたのは、フェラーリさんなんですけど、三船さんが怖いのは、キツネが化けたような顔だからじゃない。ね、わかりました。置いてけぼりです。置いてけぼりです。置いてけぼりですわ。日本昔話の置いてけぼりの回に、置いてけぼりの横を歩いたら、置いてけ、置いてけって聞こえて、くるって振り向いたら、キツネの面の女が歩いてくるんです。綺麗な女の人が。あれです。置いていきますもん。恋を取って本当にすいませんでしたって。今度お会いした時に必ず言おう。本当に恋を取ってすいませんでしたっていう。それか、それか。あと、なんつったらいいのかな。大笑いするときに、ちょっと皆さん、これ僕のラジオでの描写力の下手さですから、ちょっと皆さんもやっていただかないと多分わかんないと思うんですけど、手をパーにして、パーにして、そのパーにするのもただパーにしたんじゃなくて、思いっきり全指を開くっていう力を入れたパーってあるじゃないですか、手の剣に。片手だけです、右手だけで。で、それを笑ってる口元の前で、上下に、はっ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 て動かしながら笑う感じわかります？はっ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 ていう感じ、なんつうの？それは、なのっていうか、そのすごい過剰なやつは、遠くからも笑ってますってわかるような感じなんていう、ああいう一個一個の、なんつったような動きとかが、なんだろう、あんなすごい綺麗なのに、すごい、こう、俺の中で、ブッってくる感じ、しまっときますよ、やっぱり。やっぱりしまいますよ、しまいますよ。ね、次行こう。月曜ジャック、一瞬光る、レブッです。ゲラゲラベブッです、です、ぞーベラ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 で、むしろ、体脂肪率 100% を目指してますから、で、わかったんだけど、そうすると、ベブッやめろよーベブッです、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 
まあ、ややこしい話、さらにややこしい話しますけど、あの、水辺美香さんは、お仕事でお会いすると、ものすごいいい人です。すごい。で、お前なんだよ、その、お前の、水辺美香に対する、その評価なんだって言われると、もう大変申し訳ないんですけど、あの、業界でも稀に見るぐらいいい人です、すごい。ただ僕はなぜか、多分僕のね、なんかこう、その、よく言うじゃないですか。自分のへそ、生まれて、すぐにそのへその緒の上を通ったものに対して、意味もなく恐怖を感じるっていう。だから、あの、多分何か撮影中に僕のお母さんが僕を産んで、そこを三船敏郎が、バタバタとまたいだ可能性はまあなくはないですけれどもね。まあ、そんなこんなで、僕、あの、今すごい暇なんで、あの、いろんなところに行くんです。ね。で、NHK でテレビ見せたら、アウトサイダーアート、もしくはボーダーレスアートっていう呼び方もあるらしいんですけど、そのなんかこう、あの、アートの一ジャンルの特集をやってて、これで、田口ランディさんっていう、作家の田口ランディさんっていう人がそのアウトサイダーアート、ボーダーレスアートの美術展のこう、その、レポートをしてるわけ。で、まずびっくりしたのが、田口ランディさんを多分僕、今思えば初めて見たんですね。そのテレビで。でも、俺が今までなんか思ってた田口ランディさんっていうか、想像上の田口ランディさんと全然違った。今までずっと田口ランディさんの絵描いてって言ったら多分描いてたであろう人と全然違う人だったんですよ。あれ誰っていう、俺の中にいた。昔、もう本当に昔から、そういうことよくあるんですけど、ちょっとこう、黒人系のアジャコングさんにちょっと似てる外国人の歌手なんて言いましたっけ、ちょっとアジャコングさんっぽい、ダイアナロス、ダイアナロスってそんな、ダイアナロスってそんな人じゃない、黒人系の人、ダイアナロス、ダイアナロス、ダイアナロスをずっと俺多分単純なダイアナ妃の感じから多分来てたんだろうけど、白人のシンガーとしてずーっと覚えてて、初めてダイアナ、あれ、お前誰っていうか、お前はダイアナロスなんだけど、俺の中にだと誰ってなったのと一緒で、まあその田口ランディさん、田口、誰あっちっていう感じではまあなった。まあそれで、その時に、このアウトサイダーアート、ボーダレスアートっていうジャンルのアートが好きなんですね。僕あの現代美術とかを見ても意味がわかんない。いつも意味がわかんないんですけど、現代美術、レモンを100個ぐらいずーっと並べて、1個だけオレンジが置いてあって、なんかわかんないけど、青春って書いてあったりするでしょ。みたいな、ね、感じするじゃないですか。ね。あと、ぶっ壊れそうな椅子があるけど、もうすごい、デブだから足が疲れちゃうから座ろうと思うと作品だったりするじゃないですか。そういうのはもう全然俺には分かんないんですけど、その、ボーダレスアートっていうジャンルだけはなんか分かんないけど、なんだこれってなるわけです。いつも行く。おーってなるんです、僕。それで、したらそれを、その、でも、東京、あんまり美術展なのかあんま調べないから分かんないのもあるんですけど、東京でもたまに、年に一回とか、そういう特集のこう、ボーダーレスアート展みたいあるんですけど、それ見てたらなんかね、滋賀県の近江八幡に、それ専門の美術館が実はあるんですと。で、しかも、その NHK で今特集やってるのは、今ちょうどさらにそこに海外から持ってきたそのジャンルのボーダーレスアートのものを展示してるのをやってるんですっていう話をやってて、よし、これ行こうと思って、これもう行くしかねえと思って、もうすぐ行こうと思って、次の日。で、もう行ったろうと思って。で、たださ、こっちはほら、もうお金が一銭もないです。仕事を減らしちゃいましたから、もうお金が一銭、お米も、あとは一握りしかないです。お味噌は5トンあります。なんでそんな買っちゃったんだよ、お前。お米とのバランスすげえ悪いじゃねえかよ、お前、それじゃよ、おい。大豆の先物に失敗しまして、責任という形で大豆を引き受けたのが腐りまして、それで、その、それで、行くことにしたんだけど、またさ、厚生の渡辺くんに大体いつもさ、これ行くにどうやって行くのって聞くとさ、ものすごい下り顔でさ、なんかこう、電車とか案内してくれてるけど、もうこれから俺一人で生きることに決めたから、こう、いろいろ調べてみたら、新幹線で、前原まで
行って、その米原から新快速っていう快速乗っていくのが、まあどうやら近いらしいわけ。で、新幹線で米原行くと1万3000円で往復で2万6000円ぐらいするわけ。で、もっと安く行ける方法ないかなと思ったらダッシュっていうのがタダなんだけど、ただダッシュはちょっと遠い。遠いし、ちょっともう足に来ちゃって最後一番いいところで琵琶湖に落っこっちゃう、ドボーンってなっちゃう可能性あるから、あ、これダメだなっつってでやめて、あとはパンダグラフにガッチリ捕まるっていうのもタダらしいんだけど、ビビーってなっちゃったりとかする時あると思うんだよね。ビリビリになっちゃったりとか、あとカーブで振り落とされて琵琶湖にドボーンの可能性があるから、これやべえなっつうことになって、いろいろ調べてみたけど面白いで、そのね、いろいろ調べてみたら、なんかこう俺さ、今まで一回もそういうの利用をしたことがなかったんだけどさ、駅にさ、駅の中にさ、こう、旅行代理店みたいなのあってさ、そこに必ずさ、京都とかさ、なんかいろいろ、その、博多とか書いてあるさ、パンフレットあるじゃん。なんか、カニのパンフレットいっぱいあったり、この季節だとあったり、あと桜のパンフレットいっぱいあったり、国内旅行のパンフレットが見たことなかったんだけど、したら、JR 東海ツアーズみたいな、もうその何、ど本堂のやつね、JR の本堂のそのツアーズに、日帰り、のぞみで日帰り京都。で、往復19,800円ってのがあるの。だって、光の自由席で13,000円往復26,000円なのに、のぞみで京都まで行ってる。まあ、得じゃねえけどね。その先まで行っちゃってるから、京都まで行ってんのに、往復19,800円だってわけ。で、またこれがよくわかんないのがさ、で、俺の頭の中では、でもこ、あれ、でも、そのこういうのは何週間前とかあんじゃん。なんかその、飛行機でいう特割とか早割とか、だから今から頼むんだと、2068年のみたいなやつだったらそれの値段だけど、そんなは、その、時間ないですよって言われるやつだと思ったら、別に明日のでいいらしい。何それ?何?何なの?その明日ので。明日もでもその値段でいいんだってのね。ほいで、まあ、最終的にこれ、こんなうまい話がないから、パンダグラフに捕まることになるかもしんないけど、そのためには軍手持ってきゃいいかぐらいの、まあ感じで。で、その、いや、京都まで望みで行っちゃって、今度その京都から新快速でまたその大見八幡に戻っても、そんなに値段も時間も変わんない。望みでちょっとダッシュかかってる分だけ変わんないわけ。それで、その、さらには、その、19,800円プラスクーポン券ってのがついてて、そのクーポン券がまたお得なんでございますよ、これが。なんか、京都観光のタクシーに何時間乗れるとか、あと、そのレンタカーを貸してくれるとか、あとその京都の指定のお店でご飯が食べられるとか、そういうのに、そう好きなのにお使いくださいがついての、19,800円。これ、普通で2万6000円、米原で2万6000円自由が指定の上に望みで、クーポンついて1万9000円、こぐな、これ。こぐ。間違いなく、あれだ。ああ、わかったわかった。石炭をくべんだろ。すげえくべるいいやつでしょ。で、望みの鼻先にすっぱだから大の字でつけられるんでしょっていう。バイーン何のためにだよ、お前。で、それで、まあ、その、行ったんだよ。行って。で、京都行って。で、その後、その新快速で、大見八幡とか行ってしたさ、寒いのな、ものすごく、大見八幡とか行ったこと、滋賀県とか全然行ったこと、だって、滋賀県って俺の中では、すごい、滋賀の人、ごめんなさい、滋賀県、俺の中では滋賀県っていうのは、琵琶湖のエッジの本当に細いとこだからね、俺の中じゃ。だから、琵琶湖からすごい息のいい船がビチって跳ねて、ワンバウンドしたらもう京都。1個目のバウンドは滋賀県だけど、2個目のバウンドはもう京都ぐらいのイメージだったんだけど、だもう滋賀県知識全然なかったんだけど、大見八幡行ったら寒い寒いわけ。でも天気はいいのにめちゃめちゃ寒いわけ。ほんで、その、観光案内所みたいとこ行ったら、その、NOMA って書いて、なんか、まあ、正式名称じゃない。NOMA っていうのが、その、ニューヨークのモダンアート美術館が MOMA なんだよね、確かね。だからそれを多分パロってんだと思うんだけど、パロっちゃって NOMA なんて言っちゃってね。それでそれをこう聞いたら、その、歩いて10分ぐらいですよ、なんて言われたから、じゃあちょっと歩いてみようかなと思って、こうやって、その、歩いてたら、5分ぐらいで急にだよ。全然晴れてたのに、ものすごい豪雪。
吹雪みたいになっちゃって、本当に大げさで前見えないぐらい吹いてきちゃって、うわわわわわと思って、もうそれガストがあったから、ガスト入って、コーヒー飲もうドリンクバーっつって、そのドリンクバーなんつって。それでいて、思いっきり降ってるわけ。で、一杯目のコーヒーこうやって自分で入れて、こうやってチュチュって飲んでたらやむんだよ。でもドリンクバーだからさ、ごめん、すごい申し訳ないけど、タレント貧乏くさい話して、まあ今日、頭から、ね、タレントだったらグリーン車でわけもわからず行けよって話だからね。JR 東海ツアーズでクーポンがとか言ってるタレントも少ねえから、申し訳ねえけど、ドリンクバー頼んだのに一杯で買えるほど俺は人間できてねえよ。ドリンクバー頼んだからには数杯は飲むじゃん。で、コーヒーこう数杯飲んでやったんだ、数杯。で、それで、やんでるか、やんじゃったなと思って、またそうお金払った。また3分ぐらい歩いたら豪雪なんだよ、また。なんか、天気雪って言ったらいいのかな、天気雨の雪バージョン、天気、ものすごい豪雪降ってきて、で、ふっと見たらまたファミレスあったから、これファミレスってまたドリンクバー頼んでさ、で、コーヒーチケットだとまたやんでんだよ、表で。でもこれいっぱいとけいかねえからなと思いながら、こうやって、で、俺一応その日は、もういろんな計画立てて前の日から、その美術館を徹底的に堪能した後に、近江牛の、寿司握りを出す店があるって、それもチェックして、あんなもうそういう意味、俺ことルルブは、そういうことをしてくるわけですよね。で、でも立ててんだけどさ、もうその時点でコーヒー6杯なのにやってるからさ、お腹ガボガボでさ、何の名物でもねえだろ、ガストのコーヒー。おめあちまん。もともと近江の商人がガストを作ったとは聞いてないからね、俺もね。それで、またやんだなんて出てさ。これで、その、これ、なんとかかんとか、その、NOMA、NOMA っていう、その、ボーダレスアートの美術館に着いたんだけど、すごいと思ったのが、なんかその、そういう、こう、文化的な政策を、近江八幡とか、その、滋賀県が、ま、取ってるんだと思うんだけど、その、近江の商人の発祥の地近江八幡だから、その、近江の商人屋敷みたいなのがいっぱいあるわけ。なんか、白壁と、その黒く塗った木の壁みたいな組み合わせ、木の板で組み合わされたような屋敷、お屋敷街なんて。でいて、そのお屋敷に住む人がいなくなっちゃったら、多分だけど、自治体みたいなところが買い上げて、そこを有効利用するために中を美術館にしたりとかしてる。で、いろんな、なんか記念館みたいな他にもあるわけ。で、その元々の屋敷を買い取って中を記念館にしてるみたいなやつで、この、NOMA でもそういう屋敷なんだ。表は完全和の、銭形平次とかに出てくる、ごだごだって出てくるようなとこなんだ。で、そこにこうやって入って、このね、お前さっきからボーダーレスアートってなんだよみたいなとこはちょっと引っかかってると思うんだけど、これなんかね、いつもの悪ふざけのトーンで話すと誤解を与えやすいから、ちょっとそこは箇所って、美術品がいっぱいあるわけ、その絵がいっぱいあるわけ。うわ、すげえみたいのが俺の中では。で、また面白いのは、その、普通のお家として、もともと近江商人の屋敷、さらにその、いろんな人が住んできてるから、普通に旧吉田邸みたいなところなんだよ、それは。で、そこの旧吉田邸で、その展示物がいっぱいあって、で、いいなと思ったのは、普通の美術館と違う、一応学芸員みたいな人はいたりはするんだけど、近いっていうか、その絵とすごい近いから、そのケースに入ってる絵はあるんだけど、そこは和室のその座敷だったりするんで、見たいのあればもう座敷こうやって座ったままずーっと、うわ、こうなってんだみたいのずっと見えたりするのが、あ、面白く、ちょっと一つのやつに心を奪われたりしてるわけ、こっちは。これでこれすごいなと思って見たら、今度、その特別展示、絵をしばらく見たで、特別展示の方はもう一件違う、その、近江商人の商人屋敷の方に飾ってありますから、つって。それで、それまた、歩いて、次のとこ行ったら、次のところが今度、彫刻と焼き物、その、ボーダレスアートの中でも、すごい細かい焼き物がいっぱいあるわけ。で、これが、それで焼き物も普通の、和室に飾ったんだけど、前の武家屋敷よりも、より古いっていうか、言い方を変えると、ボロい武家屋敷なのね。これでその、板の廊下と板、それから、その、畳の和室に、いろんな、なんかこう、なんつったらいいのかな。
細長いこう人型の土偶みたいなものがあったり、その花瓶があったりとかこうしてるわけで、学芸員の人は横座ってこうやってどうぞご自由に見てくださいみたいになってるんだけど、この板の間がその100年ぐらい前に建ったもんでしょ、きっと。近江の商人の発祥は知らないけど、もっと200年とか前に建った、あの不動産屋行って調べると築200年ってなってるやつでしょ。でこの板が俺の体重に耐えるかどうかっていうことがもうダメでさ、ね、で近寄れないわけよ、もうそのせっかく近寄れるためにあるんだけど、でもさ、せっかくここまで来たんだから近くで見たいと思って、うんって言ったら、いいっていう音がして、学芸員のやつが、ひょーって立ち上がったんだよ。なんかあの、学芸員のやつが静かに半分寝てるようなもんじゃないか、あいつが、おいっていう、変な音したからお前大丈夫かっていう感じで見てるんだけど、一歩目体重かけちゃったらもう、戻るも行くもできないわけ、もう。と思いながら、とりあえず、畳に避難しようと思う。その手前の板の間から畳にもう一歩かけて、畳に、ギュッてこうやって足かけたら、畳が思った以上に沈むんだよ、その畳が。で、そうするとその畳の上に置いてある、台の上に置いてある長い花瓶だよ。これ大丈夫かっていう感じになるわけ。どうしようと思って、これどうしようかなと思って、とりあえずその、見てみると、あと、後ろに戻ろうとすると、さっきあそこまで寄進だ板の間もう一回行くかと。ね。かといって先の畳の色を見てると、これよりもちょっと行ってる畳だぞと思うわ。どっちだと思うんだけど、でもさ、見たいじゃん、まだ。見たいから、戻るよりは行くじゃん。だって戻ったらもう行けないから。もう一歩行こうと思うじゃん。外また沈むわけ、畳が。外なんか、俺の心の中ではですよ、もうちょっと周りにあるその花瓶がトントン相撲みたいになってるイメージですよ。もう、かなり来てるイメージですよ。うわ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 とかと思って、でももう、一回こう深呼吸して息を止めて、次つって3歩ぐらい歩いたら次の廊下のところに出たから、廊下だと思ったらそこ普通に便所なのね。突き当たり。もう、あの、将棋でところ積みましたっていう感じで。順路でも何でも、順路は入り口の方にもう一個順路があって。ずーっともうその半分泣きそうな顔でトイレ、一回トイレ入ってトイレで泣きそう、あー、あそこ戻るんだと思いながら。もう、絵の方は楽しめたんだけど、焼き物の方はもう、なんかわかんないけど、単に、いや、何も見てないもん。で、その、度胸試し、もう、だけのもんだったもんね。で、まあ、その、今度は今命からだから楽しむ時間もなく、絵の方は1時間半ぐらい楽しんだんだけど、焼き物の方は15分ぐらい。心の中では3年ぐらいいた感じするけど、で、すぐ出たら、また雪降ってるわけ。雪降ってる中、もうとりあえず、またさ、俺、もう東京の感覚だからさ、タクシー手挙げて止まるイメージなんだけどさ、全然いないわけよ。もう全然いないし、そのタクシーもどうしようもないわけよ。そんな、別段すごい観光、なんていうの、観光のメインのとこは八幡様みたいなとこで、その近くにタクシーいるのか知んねえけど、もうその辺はまだ全然その、なんもないから作ってるとこだから、いないわけよ。で、しょうがなくバス乗ろうと思って、バス乗ったらしたらさ、バスがまだちょうどその辺の高校のちょうど通学時間みたいな当たってるらしくてさ、いっぱいなんか、あの、高校生がすごいいるわけ。で、その高校生がみんなクスクスクス俺を見ながら、ね、似てるって言われてんだけど、これ何ね、似てるわ。何に似てるの俺は。ね、薄に似てるの、ね、もう二択じゃん。似てるって言われて、薄か木村カエラのどっちかじゃん。俺のこと見てるな、見て似てるって言ったら。すげえ言ったたまれない感じ。でも、バッテン2個ぐらいで全然近江八幡にも近づいてないのに、もう降りますなって。リンゴーなって、カエラ降りますなって。ねで、降りて、あの、サラミミアワード、タモさんお疲れ様でしたなんて降りて、で、下もう雪すっげえか、またガスト入って、で、ガストの方も1日2
度来たぞあいつみたいな顔して、さっき近畿来たガストだからさ。ほんでまたさ、さっきのすいませんあのドリンクバーは休憩だったことにはみたいな。できねえそんなの。もう一回頼めな。飲んでさ。それで、そうだ、いきなり大宮市食われていけねえやと思って、大宮市、やって命からがら大宮市の寿司屋に行くんだけど、もうコーヒーが何杯も入ってるから、これじゃ、さすがの俺も食えねえと思ってさ、ガストでもう正面を、もう、よし、勝てなっていう感じで、俺尿道から裏返しになっちゃうぐらい尿道の力入れて、ペロンってなっちゃうんじゃねえかと思うぐらい、おしっこしてもう出ねえうんこをひり出してさ、それでやっとその大宮市の寿司屋に着いてさ、すいません、大宮市の握りっていうのがあるってガイドブックで見たんですけど、さ、今日ないんですよね、って言われて、トロ握りましょうから、いらねえよ、別に。山あいじゃねえか、お前。琵琶湖でトロ取れねえだろ、もう。伊集院光、深夜のマジだ。今、あなたの肩を誰かが叩きました。開けっぱなしになってます。東京0355629540、東京0355629540なんですけど、ペンネーム癒しうさぎさんから。伊集院さん、そのお天気雪は、三船美香さんが降らしていたんだと思います。あ、キツネの嫁入り、しまったー。ラジオブースで喋ってると思ったら、細長いうんこを手に持って、声だめに落ちていたとさ、的なやつか、今。まあ、寒いんだよ、この天気雪、寒くてさ。これでもうあんまり寒いから、駅前の、多分平和堂っていう、平和堂、多分、滋賀あたりだと多分、相当有名だと思うんですよ、平和堂。こっちで規模的には多分、伊東洋華堂ぐらいの規模の、その、デパートみたいなとこ入って。それで、その、デパートの、新宿売り場のおばちゃんに、あー、似てるなんてまた言われて、ね、もうしょうがないからね、もう帰らですって、それで、ポップな感じでさ、ね、いてやったんだけど、ものすごい、手袋が欲しいんですけどって、もうね、これはアディダスだから間違いないって100回ぐらい言われて。アディダスだからって。絶対他の店アディダスの方がいいんじゃないのって言われて。そんなにお前日本代表かってぐらいアディダス落ちてきたから。アディダスのその黒い普通の手袋をしたりして。それで、で、またさ、一つだけ困ったことに、いつもね、結局のところ、まあ、俺もね、その昔、億万長者の時代はさ、ね、スノーボード一式を10万近くかけて買って、もう、多分一生やんねえんじゃねえかな、みたいなことが。立てずに。ちょっと滑っただけでってよくあるけど、立てずにだよ。立てずに終わったり、ね、それからサンゴのカチューシャを二度はめただけで粉々に終わったりね。そんなね、それはしてませんけど。ね、何のために買ったんだよ。サンゴのカチューシャ可愛くなりたかったのか。それで一旦ボブショートボブにしてからパンチパーマにしたいね。まあそのそれでそのねその昔は税の限りを尽くしてきたんだけど、一つだけ落とし穴でもないんだけど、はって気づいたことが一個あって、もう昔、もう、いや、もう、そんなね、そんな俺も、その、もうさ、俺が目標だった今日、近江八幡に来たのは、アディダスの手袋を買いに来たわけだから、もうアディダスの手袋さえ手に入ればもう何もやることないわけじゃないですか。そしたらもう普通だったら帰ろって帰ってるとこだったんだけど、その、見たらその、日帰り京都ツアーのそのチケットじゃないですか。このチケットは最初に言った新幹線しか乗れないんです。要するに朝何時の出発の時のやつと、帰りの9時21分っていうのを僕が指定したんですけど、その9時21分を、もっとだから、雪だと思ってないから、もっといろいろ散策するんだろうなと思ってたし、あと、変な話、もっとうっとり彫刻を見ると思ってたから、まさか、これ以上胃が持たれっつって、帰ってくると思ってないから、9時21分を撮ってんだけど、その、9時21分以外一切乗れないんですよ。
あの、普通の新幹線の場合、のチケットの場合は、指定はダメになるけど、前に乗る分には自由席に乗れたりとかあるじゃないですか。あと、お金を足せばどうのとかあるじゃないですか。そんなんす。もう、それ以外は絶対乗っちゃダメっていう、もう近く行ったら、うんこぶつけられて、シシって言われちゃうようなチケットなんですよ。だから、9時21分までの京都発まで潰さないと、なんもできない。なんもっていうか帰れないから、もうどうしようかなってなっちゃったんだけど、じゃあ、とりあえず周りなんかねえのかなって、その、観光案内みたいなやつ、パンフレット見たら、長浜っていうそこから20分ぐらいまた行った駅のところに、海洋堂美術館、なんで？なんでかわかんないけど、あのほら、あのフィギュアの海洋堂の、海洋堂美術館っていう、で、もともとはその海洋堂美術館の周りに栄えた城下町だった。ドーンって、その時のお殿様が相当フィギュアが好きだったみたいで、フィギュアで作った城の周りに城下町が栄えて、今長浜っていうのになってるみたいなね。でいて、その、フィギュアがその、包んだりするときに、あの、ぶつかって壊れないように、この箱の周りに敷き詰めたものが、ラーメンだったから、今長浜ラーメンっていうものが転じて出来上がったっていうような、あの、長浜は別の長浜、じゃあ嘘。で、その、海洋堂美術館、もうだって時間つぶだけなんだから、だってまだ昼の2時ぐらいだからね。で、海洋堂博物館美術館行こうっつって、海洋堂美術館に行ったんだけど、これがもうびっくりするよ。すごいびっくりする。一回 CM 挟むほどのことないけど。で、まあ、長浜着きまして、で、またとことこ歩いたら雪降ってくるんですよ。それで、まあ、アーケードとか歩いてたらまだ似てる誰だっつうの俺似てる人も二択ですよ。ね。猛烈アタロに出てきた豚松親分か、アンジェラーキですよ。ね、多分どっちか似てるかなと思って。まあ、ケツアゴ割りながらメガネをかけてね。こう見えても四国の出なんでございますっていう感じで、こう、まあ、ピアノをかきながら、鳴らしながら、ね。服が買えないじゃないんです。ラフなんです、おなじみの。その、まあ、感じで歩いたりとか、で、海洋堂美術館かな、博物館か、そんな行ったらさ、まあなんか普通な感じよ。なんか海洋堂の、秋葉原の海洋堂のショップあるじゃないですか。まあ品揃えはあれぐらいの感じ。ただまあ2階がいろいろこう今まで出した海洋堂のものがいっぱいあったりとかして、でもその中で1個だけ、これだと思ったらって、なんかね、あの、等身大とか実物大のトリケラトプスのフィギュアとか、あと、あの、実物大の北斗の拳のケンシロウのフィギュアとかあったりとかするんだけど、それはそんなでも俺の中ではなくて、またあの、いろんなフィギュアを使って作ったジャングルの生態系とか街とかもあんだけど、それもそんなに俺の中ではそうでもない。一個だけ、これは海洋堂にしかできないっていう、そうさな、縦、1メートル、横1メートルぐらいの、そのガラスケースの中、いっぱいに、チョコエッグのマイワシのフィギュアが、うわーってある、マイワシの大群っていうジオラマがあって、すげー欲しかった。俺、大金持ちになったらこれ買いてっていうぐらい、綺麗。すごい綺麗。その海洋堂の、その真骨頂であるところのマイワシのキラキラ感。それとそれが、マイワシが大群でトルネードな感じになってるとこまで表現されてて、それがこう室内の明かりに照らされて、とても綺麗。俺これを見に来たんだって思うぐらい。これを見に来たと勘違いするほど綺麗で。で、もうそれ見て、で、一応また、もう帰りは、まあ、そうだ、そのクーポンなんじゃねえかと思って。そのクーポン、で、そのパンフレット、あの、チケット買った時もらったパンフレット見たら、いろんなこう京都のさ、お店を、こう、で使えますって書いてあるわけ。じゃあ、ここ行って最後、その京都っぽいもの、はんなりしたものでも、食って、で、召し上がれ、腹張りまれ腹して、それで、どうせーっつって帰ってきゃいいんじゃねえかと思って、それで、
一回京都戻って、その長浜から京都戻って、で、京都の駅の寸前ぐらいで、あ、長浜城見てないと思って、それで、京都で降りてから、そのパンフレットに書いてある店、なんかさ、したらさ、京都の店ってやっぱ京都っぽいね。なんかあの、京都っぽい街並みに、なんかこう、一見さんお断りドス的なドスオーラを出して、そのずっと立ってるわけよ。で、いて、そのなんか通り抜けできません。もしくは舞妓ハーン DVD 絶賛レンタル中的な、その街並みがこうやってあって、うわ、俺これ全、俺一人で来てたらどうしていいかわかん、一人で来てどうしていいかわかんねえなと思いながらパンフレット見たら、パンフレットに書いてあるような店は一見さんお断りのわけねえじゃん。だって、パンフレットに書いてんだから。罠ってことになるもんね。ね、そこにもし行ってダメだったんで、そーっと入ったら、その、なんかこう、よそよそしい感じ、なんつうの。普通は東京だったらば、先生っていう感じになるじゃないですか。ね、おタバコお吸いになりますか、僕の乳首お吸いになりますか、どうぞ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 、右からどうぞ、すいません、毛を取っていませんで、っていうのが、東京のお店じゃないですか、普通の。すごく普通の東京のお店じゃないですか。そういう人が一切いないんですよ。それで、なんか、どうぞ、的なとこ座らされて、じゃあ、湯豆腐で、的なやつで、湯豆腐って、湯豆腐うめえんだよね。湯豆腐うめえなぁ、なんて思って。で、こう食べながら、ちょっとドキドキしながら、もうドキドキはしていませんよ、的な。もう、私ことアンジェラ・アキはこんなところレコード会社の人に何度も連れてこられてますんで、的な感じで、おいしく、ちょっと遠く来るじゃないですか。ちょこちょこ食ってる、ちょこちょこ遠く食って、それで、ふっとそのパンフレットを見たら、ただしクーポンが使えるのは昼ご飯だけですって書いてあるんだよ。もう20円しか僕持ってないのにと思いながら。湯豆腐で8000円も取りやんの。なんだよ8000円って。昼クーポンで食えるって書いてあるのによ。湯とお豆腐だよ、お豆腐。お豆腐だよ。怒ってんの昼はタダだよ。何でも怒ってんの昼はタダだよ。お豆腐じゃなくたって。うんで、それで食ってさ、それでもう、なんかわかんないけど、8000円ならもっとゆっくり食うんだったらと思って。8000円なら一回食ってたら歯の間からチュッて出したりとかして。バカがプリン食ってるみたいに食えよかったと思って。ほいで、もう京都帰ってさ、で、したらまあその湯豆腐食った後でさ、もう時間がないわけ。9時ちょい前ぐらいで、9時11分の新幹線乗って帰んなきゃいけないんだよ。したら、クーポンが京都駅の中で使える店があるんですよ。キオスクで3000円までお買い物ができるっつって。キオスクで10分で3000円もの買うのすんごい難しいぞ。実際で、しかも俺のポリシーとしては、京都来たからっつって、千枚漬けとか八つ橋とか買うのちょっとかっこ悪いんだよ、俺の中で。まあ、これわかんないんだよ。もうみんなにはわかってもらえなくていいんですけど。なんか京都のキオスクで、千枚漬け、八つ橋買っちゃダメじゃないな、みたいな感じになっちゃうわけ。で、そうなっちゃうともう、有感不自由20部とか、そういうのしかないんだよね、3000円っていうのは。これどうしようかな、みたいな。もう、あとは人炭と梅人炭を買うとか、そういうのしかもうないんだよね。でもどうも結局のとこ、もう、なんか、もうで家に電話かけて、神田に3000円で欲しいもんだから3000円でっつって、ね、したら、なんか神さんが京都には京都限定の抹茶のカプリコが欲しいっつんだよ。なんかね、そんなあんのかっつって、電話してたら、抹茶のカプリコありますかっつって言ったら、その電波がまたうまく届いてなくて、まあ、かっこよくなってるから、ね、何言ってたわかんないから、じゃあもういいやと思って電話切って、で、お店の人に抹茶のカプリコありますってか、じゃあそれをこのクーポンで買えるだけっつったら、ものすごい量くんな。びっくりするぐらい。3000円分のカプリコって結構な量あんな。ものすごい量カプリコ持って家帰ってもぐったりだったよ、もう。安心したら曲ケア。この流れでアンジェラギーが全然ないのがすごい。AKB48 で桜の花びらたち2008ポスター情報で秋元かっこ悪いなあいつ。AKB48 の歌聞いてたら急に思い出したんだけどさ。これでこう、BS の番組を、やった帰りみんな、ま、飲み行こうかみたいな話になってさ。それで、その時にキクリンっていう、
一時エンタ出てたから、まあ知ってる人も、まあ、田代三十二あたりを当然のごとく出してる番組からしたらメジャーだよね。田代三十二の15倍ぐらいメジャーな、その、キクリンっていう若手も31かな、のお笑いと、それと田代三十二と、それからあと、まあ、この番組では、まあ、ある程度定着してきました、ブスでおなじみ、白鳥久美子っていう、まあ、顎の長い、ね、女、ね。で、もう一人、もともと金魚鉢っていう、二人組の女子だった、そのうちの一人で、まあ、どういったわかりやすいかな。もともとスポーツ狩りだったって言ってくれれば、言えば大体、ああ、そういう感じの路線でってわかる。もともとスポーツ狩りで、だったやつなんですけど、まあその中村っていうその4人って、で、一緒にちょっと居酒屋で飯兼、ちょっとまあ飲む人は飲んでくださいなっていう感じでやってたんだけどさ。まあ、そのさ、ドブス2人、ね、で、ブサイク、あの、男ドブス3人の5人での、あ、そこにもう一人お天気のノリっていう、まあ、100キロぐらいあるやつ。で、が、まあ、俺を含めて男ドブス4人とさ、ね、女ドブス2人のさ、その飲んでる席っていうのがさ、まあ、なんつうの地獄絵図だね。で、またなんか嫌になっちゃう。それがなんで AKB48 で思い出したかというと、なんかまたさ、なんでこう、その、俺の中での、その、交際範囲の中での女っていうくくりで大変申し訳ないですけど、野郎どもはさ、恋愛の話をするかね？なんかわかんないけど、こう、聞きたくないんだよね、その、白鳥が、思いを寄せてる男性がどこにいて、それに、こう、どう思いを伝えたいんだけど、向こうが鈍感でとか言われ、鈍感で自分の、こう、かけてるアプローチに気づいてくれないじゃん。ねえ向こうは気づいてるからこそだろうよと思うんだよ。怖くてしょうがねえんだと思うんだよ。それの横のところで、わかるわかるみたいことを言ってるその元スポーツ狩りのさ、お前それはわざとホリプロに入るにあたって決意のもと、平賀整形以外でつけてもらったのっていう鼻の横のほくろね。俺のやつわかるわかるって言ってる横のところでさ、またそのキクリン31歳は、31歳なんですよ。それでいて、その、高瀬の渡辺くんと一緒に清らかな心を持ってますから、まだバージンなんですよ。ね、バージンな、それは結構です。それ全然いいんですけど、そのバージンの、キクリンくんが、もう、田代32とは同じピン芸人の、しかもその同じ事務所の、しかも同じスケッチブック系の芸人だからライバル心が強いじゃないですか。これ田代32に向かって AKB48 がどれだけ素晴らしいかっていうことを青筋立てながら、中でも自分が愛してやまないのは13歳の子だっつって、31歳のその菊院が言ってるのに対して、田代32はなんだか最近こう、お弁当屋さんのバイトで行く配達先の女の子に恋をしてるって話をしてるわけ。あのハゲが。で、その横のところで、まあ、ものすごい勢いで、そのお天気の俺で100キロあるやつがガツガツ物を食ってる。もう死にたくて俺さ、それでそこでふって気づいた。あ、俺の今の気持ちは死にたいんだってこと分かっちゃってさ。ああ、もうきつかった。一丁に光る深夜のバカ力ダジャレ G メン。まあ世にはびこるダジャレを取り締まっていこうってことなんですけど、過失不可抗力ダジャレっていうのはあるもんで、もういろんな人からご指摘いただいたんですけど、昨日のその日曜日の番組のエンディングで、来週のゲストは清水美智子さんが赤坂サカスについて、赤坂サカスでおなじみの赤坂についていろいろこう発表をしてくれますみたいな告知で終わったんだけど、でその時に俺、赤坂サカスってダセーなみたいな話をしてて、で言いづれーしとね、大体道小虫みたいなその話を延々としてるわけ。センスねえ名前だなみたいな、その清水美智子と道小虫がダジャレになってるということを
15人ぐらいの方から反応していただきまして、そうなんですよね。ほら、僕、G メンのデカ長ですけども、割と気軽に発砲するタイプなんで。まあ、出頭命令は出ますよね、そのあたりね。その不可抗力系っていうんですかね、その過失系っていうんですかね、二文字ぐらいのやつは俺の中でもう許してほしいんだよね。だ問題は、三文字ぐらいからだね、責任問題になってくるのはね、ですね、ペンネーム、南銀ジャン氏でいいの、南銀ジャン氏でいいの、南銀ジャン氏と、Q 様を見ていたら司会の桜井アナが、あれ清水アナじゃないかな、司会は。どうマリコアナの、アナが回答者の時に、さあどうアナウンサー、この問題にどう答えるんでしょう、と解説を加えていました。このぐらいは勘弁してもらわないと。全員、もう今本当にね、留置場の方もすごい、いっぱいなんで、あとペンネームクワッコさん、衛星第一のサッカー番組。解説の宮沢ミシェルさんが今年の J リーグの見どころについて語っている安心。注目は川崎フロンターレ。外国人ストライカーの復帰が。もうこの辺で嫌な予感するもんね。復帰が復帰する。これ確信犯ですかね、それとも過失。まあ、カムバックですよね。正しい言い方は、なんつうんですかね、例えば万引きに間違えられなくなかったらポケット縫ってこいよっていう言い方で言うならば、カムバックっていう言い方を、古巣に戻ってきたっていう言い方ですよね。あと、飛んでるトマトさん。1月からフジテレビ系列でみんなの競馬という番組が始まったのですが、この番組の司会が河合俊一。これはカタカナ表記の競馬とゲイバーがかかってるので、それは全然ないです。全然かかってないです。意味がわからないです。言ってる意味が僕に全然わからないですから。ペンネーム、大天井、高田組という芸名は、高田組民とかかってないです。一切かかってないです。かける意味がわかんないです。高田組民と何のゆかりもないんで。ペンネームなし。先日めちゃめちゃイケてるの笑わず嫌い王にキングオブコメディが出ていました。多分ゴールデンでのテレビでは騒動後、二人での出演初だったように思います。フジテレビその後の番組が須穂監督のそれでも僕はやってないだったんですが、これはフジテレビのいわゆるうまいことなんで違うと思いますよ。違うと思います。ペンネーム佐藤さとし、忍者ハットリくんの口癖、ニンニン。ローマ字で書くと、NINNIN。これは怪文になっていて、人間に上も下もない。みんな平等であるというメッセージ。ないです。それはないです。ペンネーム、上野在住の拓也。ボクシングの内藤大輔 VS、ボンサレック戦に、カリナが出てきたのは、ドラマの大好きと、内藤大輔をかけてるんでしょうか。怪しいです。なんかね、小林麻也がこうインタビュー、カリナにインタビューするんだけど、その時に、内藤さん選手みたい人は、大好きですかみたいなことを必ず言うんだよね。だから、まああと厚生の渡辺くんはライト系だけにカリーナみたいな面白いことをかけてるんじゃないかって言うんですけど、それは君のやましい心の中に、君の心の中に勝手に湧いたやましいやつですから、乗せるのやめてください。人に乗せるの絶対やめてください。で、やっぱりダジャレ G メンで俺が一番好き、やっぱやめらんねえのはここで、これすごいよ。東十条在住男。JR 川口駅東口近くにあるビル。いいと川口。いいと川口。まあ想像するにいいと川口っていうぐらい食品系が入ってて、まあいいと川口なのかなと思うじゃないですか。で、ビルの側面に、もう早速ダジャレですよ。いいと。1110。1い。もう一個の1がい、い、い。でいて、とです。いいと川口。これでいいと川口と読ませるのですが、しばらく見ていて、
このビルの名前がとてつもないダジャレで付けられていることが分かりました。要するに文字の語呂合わせだけで俺は言ってんのかと思ったんだけど、その E と1110の111の部分が川口の川、ゼロが口、視覚的なダジャレを含んでるんですよこれ。うーわー。その後ホームページ等々で確認したところ、このことが説明されているので、もう間違いあります。うわ、気づいた時気持ちよかったろうなー。デカ冥利に尽きるね。すげえな。いいとだ。ペンネームなし。JR 八王子駅近くにあるカジュアルフレンチレストラン、ビストロアベイユプランス。フランス語でアベイユが八、プランスはプリンス、王子。八の王子で八王子と、こじゃれた外観に騙されるところでした。これで思ったのが、俺この間八王子に写真撮りしたんですよ。八王子いい味出してるもんあるんで、したら電柱のいろんなところに蜂の写真、あ、蜂のイラストが描けてあるのね。もうなんでその時気づかなかったんだろうと思うんだよ。まあ、それは八王子の蜂がことには気づいて、うわ、八王子だけに蜂かと思ったんで、その蜂が冠を被ってるわけ。で、それをイコール女王蜂だと思ってたのね。でも、要は八王子なんだな。うわー、なんか危険だな。危険。本当に危ねえ。ね、すげえなー。ラジオネームよっちゃん。福岡県の万引き防止キャンペーンのキャラクターが不格好な魚のイラスト。店頭などで見るたびになんでこんな魚なんだろうとずっと疑問に思っていました。このコーナーで、悪が予想以上にはびこっていることを知り、改めて深く考えていると、この不格好な魚はマンボウ。マンボウ？万引き防止だけに、マンボウ！うわぁ、万引き防止キャンペーンのキャラが法を犯すなんて。私たち一人一人の防犯意識が大事なんだなと自覚しました。そう、ちょっとおかしいなと思ったところに、意外にそのね、あの SOS 出てますからね。これどうですか、ぶっ飛ぶチャンス。マクドナルドのキャラクターにハンバーグラーっているじゃないですか。なんか黒いしましまの服着てるやつでね、ハンバーグラー。あれはハンバーグ、まあそこはいいやな、ハンバーグがかかってるわな。バーグラーって強盗って意味なの。うわ、だからあいつ悪者なんだ。バー、確かにビッグマックポリスがハンバーグラーを追っかけてるんだよ。うーわー。くしくもピースライト、マクドナルドのキャラクター本場アメリカではロナルドなんだって言うのよ。ロナルド、日本ではドナルドなのは店名にかけているダジャレなんじゃないですか。ロナルドなの、マクドナルドだから俺ドナルドでいいのかと思った。なんか本場ではロナルド説が。マクドナルド来てますよ。なんかやばいですね。なんかね。ハンバーグラーですよ。バーグラー。うわぁ、すごい面白いの提供してる感じになってるよ、向こうではね。ビッグマックポリスとハンバーグラーで、ポリスと、その、なんかフィレオフィッシュのやついなかったっけ、なんかフィレオフィッシュの、なんか感じのやつ。うわぁ。あとですね、他にはですね、もはやかかってないだろう系なんですけど、ラジオネームプーのクマさん、受験合格グッズとして日清の出前一丁の縦長タイプが発売されていると。で、また受験合格系で、ゆるい、こう、内容の具材にいろんなダジャレが入ってて、スコーンと合格、コーンとか、試験にウキャロット、キャロットといった感じなんですけど、ラー油に関して、あーら油、合格一丁って書いてあるのって。え、もう何にもかかってないよね、もうね。合格一丁って何？何これ？ペンネーム白い変人。おなじみのアンパンマンの技、アンパンチはともかく、アンキックって何それ？何にもかかってないでしょ？いよいよすごいですよ。ペンネーム二重音。お菓子メーカー、東鳩の人気商品、ハーベストクッキー。この商品が今年で30周年を迎えるということで、3000名にトートバッグをプレゼントするというキャンペーンを展開していますが、トートバッグの名前、ね。
東鳩のハーベストクッキーですから、いくらでも犯罪を犯す子必要あるわけですよ。いわゆるカメラの資格がありますよね。まあこれ、まあ仮にですよ。仮に僕が犯罪心理的には、なんかこう、とうとう、東鳩とかで、東鳩、とうとうみたいなこともできれば、ハーベストとうとうできるわけですよね。で、この名前が、ハーベスト30周年ありがとうとバックという、そこで撮るの？そこで盗むのお前。かなり緩いよね。明らかに撮りそうじゃん、トーハトのところで。トーハトのトートバックの時点で、うわー、あいつ撮るぞっつ、俺たちもベテランなら、あいつちょっとマークしてって言うよね。あ、撮らないんだと思ったら、ありがとうとだって。レジ前で大勢みんないるところでこれすげえなー、すげえなー、これどうかなー、ケーフィン・コスナーっていうラジオネームもどうかと思いますけど、J リーグにサガン・トスというチームがあります。昔フューチャーズとかだったよね。 PJ ワンダの時もあるよね。サガン・トス、あの名前は、ユベントスの文字なのではないでしょう。あ、どうかな？あー、多分違うと思うんだけど、俺でもユベントスだったらすげー応援したのにな。トス感じなんだよ。で、正式チーム、今 J2 だよね。サガントス。わ、ユベントスだったらすごい好きだけどな。そして、まあ、先週あたりの放送よりということですが、ウィルコムの CM でウィルコム側の白い鳥がソフトバンクを連想する犬を相手にするという内容の摘発がありましたが、ソフトバンクの CM の中でも、上戸屋のお父さんの犬が旅をするというバージョンで、あー日本のどこかに私を、のあれだよね。白い犬が鳩が集まってるところを走り抜け、大量の鳩を蹴散らすというシーンがあります。あるね。あるよ。鳩のとこ真ん中にいて鳩がバーって飛んでくのあるね。これはもう CM 内での戦争の始まりなんではないでしょうか。ああ、そんな感じするね。ここまでこう、みんなが牽制し合って比較広告やってるとね。へえ。じゃあ、今日ラストはですね。ペンネーム DK 東京。三宅裕二さんの舞台、熱海五郎一座公演、熱海五郎一座公演という名称が意味がわからなかったんですが、あ、俺はなんか単に三宅裕二さんの役名の熱海五郎とかなのかなと思ったんだけど、これは、その前の公演に伊藤四郎さんをゲストに迎えた伊藤四郎一座公演というのがあったので、伊藤を熱海、四郎を五郎で熱海五郎一座なんじゃないかっていう、うわぁ、なんか三宅裕二さんがすごいいいアイデアな顔してる感じするんだよなぁ。三宅裕二さんがグッドアイデア出しちゃって、こんな、あえてこんなくだらねえことを言っちゃってる顔してる気がすんだよなぁ。お茶の水博士、水道橋博士パターンな感じがするね、言われてみやね。いやー、世の中いろんなところで、ダジャレが横行してますよ、もう。無法地帯ですよ。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ字からダジャレ G 面の係までお待ちしております。お客様、ですから、何度も申し上げております通り、ドンジャラのコインでパンはお売りできません。お売りできません。お客様。それ常識なんだな、どういうの？じゃあ、いつまでも耐えることなく友達でいようコーナー。お前がパワープロで作った俺、弾道2、ミートカーソル D、パワー C、総力 C、肩 D、守備力 B、エラー回避 C、オール A 選手もバンバン作るお前のことだから、あれがお前の極めて冷静な俺に対する評価なのね。お前が描いたエロ漫画見て、
小回りが下手だの、女の感情を描ききれていないだの、文句ばっか言ってごめん。俺実はめちゃめちゃ勃起してたんだ。なんかお前に勃起させられてるって認めたくなかったんだ。すげえわかる。すげえわかるわ。お前がいつもしてる、お前が通う予備校で同じ教室にいる女の子とのいろんな話、ボーイズビーって漫画にまんま同じエピソードがあるんだけど、俺も今更ボーイズビー読んでるのがバレると恥ずかしいから指摘しない。形の岩、女性器そのものの巨大岩、あの日お前がふざけて頭を突っ込んで血を流したあの岩、今はダムの底に眠っているあの岩、今度スキューバダイビングの資格を取って見てこようと思ってる。お前が俺から借りパクしたゴーマニズム宣言の三巻、もう返さなくていいから。むしろついでに俺の手元にある残りの全巻と小林よしのり先生の作品全部引き取ってはもらえないか。考えてみりゃ俺ら二人に告白されたあの子が一番かわいそうだな。冷静になったなお前。お茶なしで羊羹丸々一本食べる一発芸、もうやめた方がいいよ。年々輪をかけて痛くなってきた。小学校の時、100円で女の裸見せてやるよ、そう言って2丁目のゲーセンの脱衣麻雀ゲームの前に座り、ワンコインで並みいる強豪女雀士を次々と裸にしていくお前、どんなヒーローよりもかっこよかった。さあということで、ペンネームイカ太郎の冷静に考えてみりゃ俺ら二人に告白されたあの子が一番かわいそうだったな。ずいぶん冷静になって、だから取り合って喧嘩したんだろうね、お前が手を引け、お前が手を引けみたいなね、あの向こうの気持ちそっちのけでね、それはかわいそうだったよね相当ね。それからですね、ペンネームピースライトの、高2の時にお前が俺から借りパクしたゴーマニズム宣言の三巻、また高2のゴーマニズム宣言の三巻がいいですね、もう返さなくていいっていうあたりもすごくいいですね。ペンネームスピニングトーク、お前がパワープロで作った俺、弾道2、ミート D、パワー C、走力 C、肩力 D、守備力 B、エラー回避 C、このあたりがパワープロやってる人に、なるほどね、悪いやつじゃないけどっていう、必要なくはないけどっていう感じがすごいしていいですよね。これわかんだよな、ペンネーム4時に右手がこうなる人、お前が書いたエロ漫画見て小回りが下手だの、女の感情を描ききれてないだの、文句ばっかり言ってごめん、実は俺めちゃめちゃ勃起してたんだ、お前に勃起させられてるって何か認めたくなかったんだ。これを告白することでまた見たいってこともちょっとあるもんね、なんかね、これを言わないとまた見れないもんね、なんだろう、あまりにツボをつかれてることにすごくこう、なんつったら、心身を握られてる感じっていうのかな、全部こう見透かされてる、ケツの穴を見られてる感じっていうのかな、それが嫌なんだろうな、なんかわかるもん、なんかその、すごい、
例えばだけど、お前の好きそうなエロ DVD 見っけたよって言われて、見たら、本当に俺が好きな要素が全部入った時に、なんかこう、ありがとうと思うけど、なんかさ、ちょっとだけ文句つけとかないと、なんか最後のとこでああだったのはああだったなとか言っとかないと、なんかすごいもう支配された感じがしちゃって、ちょっとわかんないよね。いやー、ということで、いつまでも耐えることなく友達でいよう。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ字から、友達でいようの係までどんどん送ってください。お待ちしております。お客様ですから、何度も申し上げております通り、ドンジャラのコインでパンはお売りできません。お売りできません。お客様、それ常識なんだな、どういうの。じゃあ、ないないあるあるコーナー。今週のテーマは国産うんこのみ使用、うんこ 30% 増量、女子高生がターゲットとクライアントからきつく言われているテレビ CM においてのあるある。俺例題で何出したんだっけ、例題で変なの出したのかな、なんかね、食品系にすげえなってんだよ、なんかもしかしたらそれ出したような気もする。国産うんこのみ使用、うんこ 30% 増量、女子高生がターゲットとクライアントからきつく言われているテレビ CM においてのあるある。ペンネームスカスカット。後藤真希もこんな CM に出るなんて落ちぶれたもんだな。ペンネーム糸こんにゃく。まさか高田久美が引き受けるとは。ラジオネーム早瀬川。高田姉妹初共演で話題。出た出た、味噌の感じすげえする。すげえする、いいわ。すごい、ベストベスト。ペンネームクワッコ。広末涼子がいっぱい出た、いっぱい出た。いっぱい出ただよね。ペンネームスモールワンダー。一向にうんこ 30% 増量ってどんだけとか言わしときゃいいんじゃねえのって書いてある。まここまでだと誰？うわ、俺は今みそのか一向だね。みそのか一向に行きたいな。まだ漠然としたものなんだけど。漠然とした、商品なんだけど。うわぁ。30% 増量ってどんだけーなんて、バカじゃねえの。今日もそうの。無難にパッションやらって書いたんだけど。そうですねー。ラジオネーム量子コンピューターおばあちゃん。ベッキーがあんまり臭くないっていう。あんまりじゃねえよお前は。何でも前向きに取り組みやがってよ。俺お前みたいに育ちたかったよ、なんか何でも前向きにと捉えられるように。食べ頃まんまみたいなロケですげえ笑顔を絶やさない感じで。ラジオネーム砂漠のつくね。国産うんこのみ使用、うんこ 30% 増量、女子高生がターゲットとクライアントからきつく言われているテレビ CM においてのあるある。柳原加奈子がうんこ頬張りながら最後に鬼やばい。なんだやっぱこれ。ラジオネームソウル。伊集院さん、こんなオファー来てますけどどうしましょうかと楽屋でマネージャーから。絶対引き受けるに決まってんじゃん、そんなの。引き受けるよ、もう。世界一の笑顔でうんこ食ってやるわ俺。平戸義樹。とりあえずギャル曽根のスケジュールだけは押さえておく。ギャル曽根はどっちでも使えるからね。 CM にも製造にも使えるからね。
ペンネームなし。ツンツンと木でうんこをつついているあられちゃん、あられちゃんのアニメ。ああ、ありがちだ。リアリティある方ね。ペンネーム5000店舗。初心者向けガーデニング用の肥料、イージーファティライの CM。ガーデニングの肥料だから、その、国産うんこを使ってたり、うんこ 30% 増量で、で、その、初心者向けだから、その、女子高生とかの初めてのガーデニングにいいみたいなことで、だったらあり得るじゃん。で、カントリー娘である里田舞が CM だ。で、里田舞の頭に、こう、可愛らしいうんこの、こう、その乗ったストラップみたいなのも当たるっていう。これ結構いいところ。リアル路線だよね。ラジオネームウルトラマンキラ太郎。練りに練った結果、キャッチコピーが、うーん、国産だって。ペンネーム公園のロケット。キャッチフレーズが、ランチにうんちだって食いもんじゃねえってだから、なんで食いもんっていう発想なんだ。あるあるあるこれ俺逆にありそうだなと思うのは、ペンネームゲオルグ。マッハ555の節で、うんこ増量、うんこ増量、うんこ増量中という CM ソング。間違いなくあれじゃねえか、やるのあいつ。若槻千夏じゃねえかよ、これ。若槻千夏、うんこの被り物っていうのもあり得るよね、全然ね。続いて、ペンネーム、根っこ。とりあえず CM の最後に、国産うんこで検索。最近多いよな、なんかないよな。あ、すごい思うんだけどさ、例えばだけど、これ国産うんこで検索ってやるじゃん。で、それはとりあえず検索エンジンのスポンサーサイトに入っちゃってるだろうが、トップはこれだろうけど、もうその次のところに絶対入るように国産うんこでブログ書いてるとかしたら、絶対に当たりやすくなるような気するんだよね、なんか。それでそのものの批判とか書きゃいいじゃん。そうすると敵対する商品とか落とせるよね、絶対ね。あの、変わったワードで検索って書いてあるやつは、それと全く同じワードで、どんどんそういうのアップすれば、絶対潰せると思うんだよな。続いて。そうね、ペンネーム青。提供するドラマや映画の中でストーリーとは全く関係ないのに、この商品を食べているところが流れを無視して数秒間アップになる。これやっぱりさ、これ食品だとすると無理だよ、流れを無視するの。普通の学園物で急にこれを食ってるっていうのはちょっと無理っぽいよ。ね。あと、ペンネームピーウツさんから、これもリアル路線ね。有機野菜のシャラ臭いキャッチコピー。あえてびっくりするようなのしてましたみたいな、あの雪国舞茸の高いみたいな、ああいう感じで、なんか、うん、国産うんこをしようみたいのってびっくりするけど、でもそこがこう、あえていいみたいな。うわ、シャラ臭い。ラジオネーム猫の島。たとえ外国人が国外で食事をしたとしてもですね、日本に来てうんこをすれば、これ国産になってしまうんですよ。コメンテーターの宮崎哲也、問題点を指摘して大激怒。いいですか？これ外国人が国外で食事をしたとしても、日本に来てからうんこをすれば、これ国産うんこになっちゃうわけですよ。長寿ルーカス。国産うんこの中に人のうんこ以外にも牛や豚のうんこも含まれていることが後日発覚し、業者が謝罪会見するも、国産のうんこのみであるのは事実であり、少なくてもそれに関しては嘘ではないなどと発言し、問題はさらに。シーフォードプレミア A で国産うんこの中に日本に滞在している外国人のうんこも含まれるのか、はたまた外国に滞在している日本人のうんこは国産うんこになるのかなど、国産うんこの定義づけに関する諸問題を語る桜井よし子。それに応じて、果たしてクリステルのうんこは国産なのでしょうかというコメントで締める安藤優子。横で明らかに不機嫌そうな栗。デーブ・スペクターも、僕がここでうんこしたらこれ国産うんこなんですかみたいな。
うわー、なんか安藤優子、ちょっと意地悪そうな顔して言いそうだよね。まあ果たしてね、クリステルのうんこは国産なんでしょうかって言って、もうなんかコメント絶対させないからね、続いてスポーツです、みたいな。ラジオネーム黒、そこには、プレゼンを終え、ほっとする後藤の姿があった。と終わっていくガイアの夜明け。うわ、もう俺途中の役所工事のあの、一人何役ものドラマの、てんてれれれのところのね、うんこ俺だってみたいな。しょうがないだろう、クライアントがそこを言ってきてるんだから、みたいな。ドラマからみたいね、あの一人何役も。いやー、あとはですね、ペンネームゲオルグ。ゲオルグ多いな。全身タイツの柳原加奈子がクソまみれで玉木宏を追いかけ回すという絵コンテを書き、スタッフみんなで腹筋がちぎれるほど大笑いするも、真に受けたプロデューサーがブッキングの電話をかけようとしたので全員で。ペンネーム怪盗ゴリラ天狗、商品名は UNK だって。そんなとこですかね。ラジオネーム、ミコとアキミのポセイドンアドベンチャー。何も聞かされていない極味&アレジ夫妻が笑顔でモリモリ食って。そんなとこですかね。じゃあ来週のテーマですけども、来週のあるあるのテーマは、このまま行けば最終回で久しぶりの視聴率 30% 超えが予想されるテックドラマ、ヒロインは平沢勝恵のあるある、みんなが共感するようなネタをどんどん送ってください。お待ちしております。さて、最近ですね、感動の作り話がやれてなくて大変申し訳ないですが、来週は必ずやります。ちょっとこう自分の中でももう一回こう間空いちゃったからね、テンション上げて、皆さんもですね、感動の作り話もうちょっと送っていただければありがたいかなということで、最近ちょっと飛んでるコーナーが多くて申し訳ないですね。なんかね、暇に明かしていろんなところをアホみたいに言ってますからね。釣りも行ったもん、今週。あ、来週話そう。あと、もう急にだよ、意味もなく、フットサルとか見に行ったもん、俺。プロのフットサル。すげえよ、プロのフットサル、本当に。ちょっと、名古屋でやってるスポーツ番組で、チラッと特集して、見たら、うわ、これ、ちょっと、なんかこう、フットサルの俺の勝手なイメージは、サッカーのイメージ。サッカーで人数そんなにいないからやろうか、フットサルのイメージなんだけど、もうちょっと別物だったね。あと、フットサルイコール、ハロープロジェクトのイメージなんだけど、もう全然、なんかそういうレベルの話じゃなかったな。これもったいないから来週しよう。でも、今週は今週で俺、棚作るしな。棚作るって決めてるしな。ねえ。まあまあ、なんとかかんとか。あと、今週気になったことで今日話さなかったのは、今週のスピリッツのさ、スピリッツ、ビッコミックスピリッツのさ、その最後の目次のとこを読んでたらさ、目次のなんかさ、その、この漫画とその作者のさ、名前の下のところにさ、アンケートで、共通アンケートみたいに載ってんじゃん。そこに、みんな生きてるって書いてる原先生が、今週の一言、伊集院だ、伊集院光だ、喋ってるって書いてるのね。これな、どういう意味だろうか。すごい、こう、なんか、俺ほら、被害妄想の古代妄想だから、あ、殺されるんだってまあ思ってますけど、これ殺人予告だっていうことで受け止めてますけど、なんですかね。なんかちょっと自分の名前をこういうところで見つけるのは意外に嬉しいもんだなと思いつつも、ちょっと気になるよね。伊集院だ、伊集院光だ、喋ってる。あの野郎、殺したつもりがまだ喋ってやがるっていう、ブル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 、ね、なんでそんな悪い方にしか取れねえんだよっていう、そういうのもね、ちょっとあったりとかするんですけどね。あとは家にものすごいカプリコがありますね。それと、あ、
忘れてたよ。俺、その、近江八幡に行ってね、ね、まあ、僕は確かに長浜に行って長浜城を見なかったりとか、今流行ってる、彦根によって彦ニャンを見ればいいのに見なかったりしてますけど、近江八幡であの雪の中ですよ。近江兄弟社は見ました。あの、メンソレータムでおなじみの近江兄弟社の、メンターム。メンタームでおなじみの近江兄弟社の、前を、ちゃんと通りました。あの実はですけど間違って通ったんですけどね、遠くから雪の中見たらスターバックスがあると思って近づいたらメンタームのバークだって、スターバじゃねえじゃねえかって、あそういやここじゃんと思って、あ俺明日まで生きる、ああ天日天日大将